国会議員の中でも政務三役などの要人にのみ使用が認められている国の公用車。個人的な利用はどこまで許されるのだろうか。まあこれは個人個人の考え方によってもだいぶ違うかもわかりませんけれどね。どうなんでしょうか。お客様です。国際政治学者で一児の母でもある三浦瑠麗さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。お願いします。しかし後からいろんなことが出てきますね。そうですね、まあ、あくまでも今回、まあ、あの金子議員が公用車の私的使用疑惑という形の報道ではあったんですが、まあ、今朝アップされたブログでそういったことはないと、あくまでも規則にのっとったものですよといったことを謳った上で、他にもこういった、まあ、ブログの内容があるんですけれども、読み上げますと、まあ、通常子どもの保育所へのお預けやお迎えに関しては家族で分担しています。夫は仕事があり、母は新潟在住であり足も悪く、また私自身も不規則で労働時間や休暇の決まっていない仕事であるため、お互いの状況を見ながらやりくりしてまいりました。仕事と家庭の両立に悩みながら日々を何とかやりくりされているご家庭の皆様、保育所にお子様を預けることができず不安な日々を送っておられる皆様に不快な思いをさせてしまったのではと心より申し訳なく思う次第です。今後皆様をがっかりさせてしまうことのないよう十分に注意してまいりたいと存じますという形で、まあ、今回の記事に対する説明はあるわけですけれども、まだ公用車ということに関して、じゃあそもそもどういうものなのかというところから今日ちょっと説明していきたいんですけれども、じゃあまずこちら公用車とはというところで見ていくと、こちら、まあ、移動に使用することを目的として行政機関が保有する運転手付きの車両ということ、まあ、当然人件費、ガソリン代などは税金から賄われているわけですけれども、自動車税などはかからないんですよね。じゃあどんな人が乗ることができるのかと言いますと、こちら、まあ、総理はもちろんですけれども、大臣、副大臣、政務官という政務三役、金子議員は政務官ですので、まあ、使用することができる。さらには事務次官や局長より上の方など、あの総務省によると総務省だけでも25台使用ということなので、まあ、そうすると各関係各所かなりありますので、この公用車自体の日本の数というのは相当な数にはなることになりますよね。皆さん、あのやっぱり公用車が伴う生活っていうのはそれまでとは若干ご本人も違いがあるんでしょうね。あの違うと思いますけれども、もともと議員活動も実は税金が入っているわけですよね。でだから全部税金なんだけども、今回は議員だけじゃなくて官庁としての仕事もこなさなければいけなくなって、で公用車ついて便利だと思う人もいるかもしれないんですけども、逆に言うと使い分けをしなきゃいけない分だけ結構大変ということですね。使い分け、そこなんですよ。あの今回金子議員はもちろんあの総務省の政務官のですね、前にも衆院議員でもあるわけで、衆院議員としての政務を行いつつこの政務官としての公務もあるわけで、公用車を認められているのは総務省です。ですから総務省の基本的には公務のみで認められてはいるんですが、政務はダメなの、そんなこれだけというのは難しいわけですよね、はい、なのでさまざまなケースがあるので、どんなルールがあるのかその下、まあ、確認してみました。総務省の方に、あのまあ、自宅からまあ最後自宅に戻る、いろんなケースありますね。公務から公務、まあ、政務から公務あるわけですけど、どれがダメでどれがいいのかというところを確認したところ、こちら、自宅から自宅まで政務と政務で公務を挟んでいない場合はダメですけれども、間に公務があれば総務省としてはルール上問題はありませんよとなっているわけです、うん、じゃあ今回週刊新潮に報じられた金子議員の行動はどうなのかというところを見ていきたいんですけれども、週刊新潮の金子議員の6月の19日の行動というのはですね、まず朝こちら車に乗って議員宿舎の方を出るわけですけれども、その後、まあ、働いている先のこの議員会館にある保育所で午前9時半に、まあ、息子さんを預ける、この息子さんを預けるという行為は当然政務でも公務でもないわけですよね。その後総務省の方で公務を行うわけです。そしてその後記事によりますと、午後2時半ごろにですね、千代田区内で母親と共に公用車に乗ったとされているんですけれども、これ G2 新社 の特別解説員の田崎さんによると、この直前に千代田区の大手町で公務があったと、でその後に乗せたんじゃないかということで、まあ、そこからすぐそばの丸の内に母親乗せたまま東京駅に行って送り、最終的に総務省で公務をしましたよという話。そうなってくると、この広江の中の真ん中の上下2つに関しては政務でも公務でもないわけですよね。
この辺はじゃあどうなのかというところを改めて総務省に確認してみたんですけれども、こちらがまあ総務省の回答になります。まあ、そもそもこの保育所へ途中でこの送迎することについてはどうなのかということを聞いたところ、こちら、ホームの経路の途中であるならば問題ない、もちろん常識の範囲内ですよ、何十キロも離れたところはダメですけれども、今回のように、まあ、すぐ近くであれば問題はないと。じゃあ母親、まあ、いわゆる同乗させたことについてはどうなんですかというふうなことを聞いたら、こちら、第三者を乗せても問題はないとしていますので、そうなってくると、まあ、今回報じられたことに関しては一応総務省のルールにのとの基づいた、まあ、使用の仕方はしているという形にはなりますよね。あのまあ税金だからね、ガソリン代がかかるとかって言われても、例えば議員宿舎って赤坂ですよね、はい、で保育園は永田町、永田町です、はい、目と鼻の先だよね、はい、まあ、それだったら歩いて送りなさいって言いたくなる人もいるんだろうけど、だからその仕事のついでに息子を乗せて保育園へ送って、そのまま総務省にっていう、この辺三浦さん非常に微妙ですよね。いや、私はそう思ってなくて、うん、つまりなんでかっていうと、この保育園は永田町で働く女性たち、はい、で例えばその女性が育児だけを、ね、その女性だけが育児をするのも変なんだけども、うん、例えばあそこら辺にはロビー団体だとか、さまざまな政治に関わる職業について女性が住んでいるわけで、うん、その人たちはそのタイムカードで9時から5時まで働く生活じゃないんですね、うん、でその1年365日まあ、ひょっとしたら24時間働いてるかもしれない中で、ここに保育園を作っておけば子供を持っている人もそういう仕事についてくれるだろうということであるんです。だからむしろ目的としてはその経路で車に乗せていくことが求められているという、それがむしろその社会的な要請なんですね。でそうでないとすると、例えば政務官という非常に忙しい仕事の人がわざわざ路上をベビーカーで歩いていきでそれこそ警護対象かもしれないのに子供を送るっていうことをする必要が出てきちゃいますね、うん、そうですね。実際にただ、まあ、小さなお子さんを持つ、まあ、他の母親の皆さんにちょっと街で話を聞いてみたので、そちらの方をお聞きください。それはまずいですね。我々自転車とかね歩いて一生懸命やってるのにね。会社勤めされている方はきっと会社のお金で送り迎えはできないと思うので、まあ、その辺の不公平感はあるのではないかなというふうには思いますけれども。忙しいのはやっぱり分かりますけども、まあそれは多分みんな一緒だと思うんで、まあ、自分かもしくはあの家族も旦那さんじゃなくてもお母さんとかお父さんが迎えに行くべきだとは思いますね、はい、肩書きは議員ですけども、まあ、やっぱ一人 の、 そのお父さんとかお母さんであるから、その分が多めに見てあげた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ人によってそれぞれですけど、新妻になったばかりの新妻さん、はい、どうですか。いや、なんか今回はやっぱりあの位置関係がやっぱり職場の敷地内に保育園があってで職場には車で行かなきゃいけなかったりもしてっていう、その位置関係を考えるとちょっと私も混乱してきちゃうんですけど、ただルールがやっぱりふわっとしてるのかなと、うん、その政務の日は車は使えない、でも公務の日は OK、 政務公務混在してる時は OK っていう、なんかでも誰を乗せていいとか、あんまりルールが今まで議員さん本人も明確には把握してなかったのかなとか、だからこれを機会に議論になればいいなと思います。まあ、常識で考えるとか考えると公務の車に家族や子供は普通は乗せないだろうっていうふうに古市さんも思いがちだよね。うん、でも、まあ、お金も全く問題ないと思っていて、うん、やっぱりこれがダメってなったらもうその働くお母さんが政治家いるってことが無理になっちゃうわけじゃないですか、うん、やっぱりどうしてもその子供を保育園に連れてくってことも必要だろうし、それがまさに職場の途中だったらこれって全く問題ないと思うんですよね。ただやっぱり一方で思うのは、世間からずるいって声が出るのも分かるんですね、うん、でもそれ解決するためにはどうするかっていうと、この使用を規制することではなくて、ちゃんと保育園を社会全体に整備して、うん、誰もがちゃんと保育園に入れやすい社会になれば多分ずるいってことにもならないと思うんですね。だからそのお母さん同士 の、 この対立にするんじゃなくて、ちゃんとその社会全体で保育園ちゃんと整備していきましょうっていう風な機運にこれがなればいいなってことは思いました。まあ、確かにね、
梅津なんかも待機児童があるという世の中で、はい、こういうのを見ると不満なお母さんもいるんじゃないって打ち合わせの時話してたけどね。保育園に入れないお母さんから見たらまずその車で送り迎えする専用の駐車場がある保育園っていうこと自体がなんかすごいなってやっぱり思っちゃうと思うんですよね。そこのなんかズレっていうかそのあたりってどう考えるべきなんですかね。だから女性がまず保育園にお迎えをしたりお見送りをしたりするのが当たり前 でそれは9時とか6時の間に済ませてくださいっていう社会を維持すると多分議員さんとして金子さんは実はテレビでもよくこの育児問題待機児童問題を取り上げてくれてるんですけど、うん、そういう人がいなくなっちゃうんですよ。だからそういう人を選出したければちゃんと環境を整えていくと。ただ世間の目っていうのがあるっていう話にすぐなるんですけども、じゃあ世間は政治活動にも税金が入っている、じゃあ公務にも税金が入っているとなった時に、じゃあなんで政務とその公務を混同しちゃいけないよっていう規則になってるかってことを考えなきゃいけないんですよ。だから政治利用しちゃいけませんよっていうことなんです。政治のためだけにこの総務省の車を使っちゃいけませんよ。なるほど。だからこれはもう育児はサポートだから本人がちゃんと政務官として行動できるようにするためのでもだとしたらね、例えばその車でのこの送迎をもっと積極的にチャイルドシートを公用車に、つけましたと。で公務の時は私はこういうふうに、なんていうかルールを改革していきたいっていうもっと先に意思表示をしていれば、こういう指摘はなかったんじゃないかなと。そうですね。だから今回の戦いでは週刊新潮がちょっとおじさまメンタリティで彼女を指して総務省の中でもおじさまメンタリティで告げ口をしているので彼女が一歩も引かないことが社会の進行には役立つ。なるほど。安倍さんがその女性が活躍できる社会を実現したいと公的に言っているのであればこういうところの雇用者のルール保育園に送るんだったらいいじゃないかとかそういうふうに変えられないもんですかね。なんかもう書き込むとかっていうのありますよね。もうだから結局総理であるとかっていう人が自らやってみる、政務官が自らやってみることが社会を変えるんですよね。だから羨ましいっていうだけでみんな足の引っ張りをしてたら良くないなっていうのは私も思いました。さっきのバニラエアの問題じゃないけどなんか良識っていうか常識で判断してもいいんじゃない。何でもかんでもルールだとか法律だとかっていうのは僕がんじがらめになっている世の中嫌なんでね、僕は個人的に思う、一番最初に思うのは旦那だって送り迎えできたんじゃないのっていうのは思うけどね。忙しいのかしらね。場所がそれこそ国会議員やめてね一緒に住んでらっしゃるんでしょ。では続いて金子議員と同じ自民党の二階政議員で豊田真由子議員も今騒動になってます。元秘書への暴言暴行問題の渦中にいる豊田議員、新たな音声が公開されました。豊田真由子様に向かってお前のやったことは違うと言うわけ私に、死ねば生きてる価値ないだろもうお前とか。私が違うって言ったら違うんだよ。裏なんだよこっちは。お前はよ。またもや耳を疑うような暴言の数々。さらにある、はい、はあ、あるんですか。ある、はい、はあ、あるんですか。赤ちゃん言葉で追い詰める。声の主は政界のピンクモンスターこと衆議院議員豊田真由子氏と見られる人物。この度文部科学大臣政務官を拝命いたしました豊田真由子と申します。今日発売の週刊新潮に掲載された元秘書に対するパワハラと暴行疑惑の続報。これまで未公開だった新たな音声データも同時に公開された。先週木曜日の第1幕では、このハゲ、いやすいません、バカかお前は、お前頭がおかしいよ。お前が受けてる痛みがなんだ、私が受けてる痛みがどれくらいあるかも分かるかこの野郎。トヨタ議員が秘書を務めていた55歳の男性に対して暴言を繰り返す様子が収められているだけではなく、そんなつもりがなかったら、そんなつもりがなかったらいいの。延々と嫌味を言い続けるミュージカル調の歌も。先月19日から21日まで続いたという
豊田議員による元秘書への暴言と暴行。前回週刊新潮が報じたのは先月20日に車で録音されたものだけだったが、今日新たに21日の音声が公開された。私が違うって違うんだよ、私が違うって違うんだよ、はい、私が違うって違うんだよ。何かを殴るような音を何度も聞き取ることができる。私が違うって違うんだよ、はい、物事にはね、裏と表があんの、入り口と出口があんの。裏なんだよ、お前はよく違うって言ってたよ、さっき違うって言ったら違う方行きゃいいだろバカ。裏から入れねえんだよ、はい、さっきの体育館と一緒だよ。建物にはな、裏はあんだよ、裏口からは入れねえんだよ。人が思ったらこっちだって教えてたって裏に行ったお前ふざけんなこの野郎。21日の暴行はどのような理由で始まったのか。前日に予定を聞かされていないにもかかわらず事前に勉強しておけと激怒されたという。さらにナビ通り行くじゃないですか。そっちじゃないよ、こっちだよなんでナビ通り行くんだ、そっちじゃない、こっちで行くんだ、右だよ右っていう風に始まるんですね。目的地へのルートには異常なこだわりがあったという豊田議員。週刊新潮が新たに公開した音声にも、前がどっかを調べるのがてめえの仕事なんだろうが、しかも教えてやったのにさ、違うよと、違うよと教えてやったんだよね、私ね。これを何、豊田真由子様に向かってお前にやったことは違うと言うわけ、私に、うん、自分が正しいと、豊田の言うことは間違ってると、うん、俺が言ってるのはこうだと、うん、すみません、ここだよね、はい、入るんだよね、はい、あっちの道から入れますか、ここに入れますか、こっちの道に。道順について激怒している様子が残されていた。そして豊田議員の暴言に新たなバージョンも登場。これより御礼を申し上げます。ある、はい、あるんでちか、あるんでちか。なぜか赤ちゃん言葉で秘書いびり。さらにこの後ミュージカル調に変化していく。あるならどうしてそんなことになるのかな、そんなことにじゃなるのかな。そしてとどめはこの一言、死ねば生きてる価値ないだろ、もうお前とか。生きている価値がない、死ねばという人格を否定する言葉で元秘書を罵倒。暴言の主である豊田議員は先週木曜日自民党に離党届を提出。現在は体調を壊し都内の病院に入院している。まあ改めて音声を聞くと本当にひどいよね。また新しいバージョンが音声出てきましたまあこういったことで今また第2弾が出てきたという状況です、うん、まあ今入院しているというね情報があるんですけども、こういうことに関して三浦さん本人が話すっていうことって期待できますか、うん、だってあんまりに2つの顔をやってきたわけだから、うんはい、いきなり表の顔で謝るでしょうけども、うん、ただなんかストレスがとか言い訳するんだと思うんですよね、うん、でこの人見てるところ、まあ、能力追いついてない感じがすごいしていて、まあ、東大とかいろいろ言われますけどそういうの何千人もいるん でそういう人たちの中で自己実現とか自分のプライドのためだけに仕事されても困るんでね、うん、そうか、自己実現のために政治家になったと見られてる部分があるか
失敗するせいで、まあ、本当これ日本の国会議員ですけども、例えばアメリカの上院下院の議員がこんなことを秘書とか自分のスタッフに、もしこれを英訳して聞かせたらどういうふうな処分になるのかなと考えたりするんですけども、さ日本よりももっと厳しい感じになると思われるんですね、やっぱ向こうはそういったことで。で、今回ですね、やはりこういったことを取材を進めてきまして、もう一つですね、実はスクープがあるわけですね。こちら、これ今日発売の週刊文春なんですけども、この中に独自のスクープがあります。なんとこれ、下村元文科大臣が家計学園から闇献金200万円と書いてます。家計学園から200万円とで、内部文書入手というふうに書いてますけども、まあ、これどういうことかと言いますと、記事によりますとこういうことです。下村元文科大臣、加計学園側から2013年と2014年それぞれ100万円ずつパーティー券を、まあ、購入したきたと、加計学園側が。でこれは本来であれば政治資金規正法によりますと、20万円以上のパーティー券の購入はこの報告書に記載しなきゃいけないんだけども、収支報告書に記載がないというところの記事を載せているんです。これがまあ主な記事の内容なんですけども、昨日我々特ダネのカメラは下村元大臣を都内で直撃しています。ちょっとこちらをお聞きください。まだ発売されてません、私も読んでません。ですから明日出たらきちっと記者会見します。後で事実はありますかな？ないですか？ないです。ありませんということでいいですね。もらった事実はない。ご本人は政治資金収支報告書に載ってないってのご存じないんじゃないの？あの段階ではまだ記事を読んでない、でちゃんと説明はしますということで、今日の午前中に会見を開くということなんですね。で、まあ、そこで詳しい内容詳細を説明するということです。三浦さん、そのパーティーはよく資金集めのためにやりますよね、うん、それもきちっと報告さえしておけば問題はないはずなんですよね、はい、そうですよね、だからパーティー券を買ったんだとしたら普通は記載しますし、はい、でだからなんかパーティー券を買ったのに記載しないという理由がよくわからない、だから形だけ買ったことにしたのかなんていうふうにね、取られてもしょうがないんですけど、古市さん、まあ、二階政議員の不祥事も含めてですね、今度その下村さんのことも出てきましたけど、これ都議会の直前ですからね、まあ、いろいろ影響あると思うんですよ。ですよね、まあ、確かにスキャンダルも大事だと思うんですけど、ただやっぱり都議選って東京のことを考える選挙で、東京ってまあ少子化とか高齢化とかすごい問題が山積みなわけですよね。そのすごい山積みな問題を置いといて、なんかこういうそのスキャンダルばっかりでなんか空気が変わっちゃうのはどうかなって気もするんですけど、だからまあもちろんこのトヨタさんとかはさすがにこれはないなと思う一方で、まあ、だからこういう人がやっぱり政治家になっちゃうぐらい、なんか政治家って人材不足なんだなって感じはちょっとしましたけどね。三浦さん、二階政議員ってのは、はい、まあ、直前にブワッと集めてっていう人たちじゃないですか、うん、そうですね。しかも、うん、安倍政権になってから盤石じゃないですか、はい、で自民党 その野党を経験してないとか、うん、その前のなんていうか自民党が終わる感を経験してない人たちなので、うん、もうイケイケどんどんで、まあ、こういう人たちはちょっとしばらく選挙が来た時に整理するっていうんですかね、整理対象ではないかと思います。ちょっと調子に乗っちゃう人もいるのかもわかんないですけど、新妻さんなんか見ててどう思いますか？豊田議員の音声は本当にとにかく開いた口が塞がらなくてですねとにかく言葉遣いもひどいですし、そもそも暴力を振るとかありえないですし、この自分の怒りもコントロールできない人が議員をやってるのかなっていう、なんか我々有権者はそういう方を議員にしないためにどうしたらいいんだろうっていう、こう選挙中にどういった基準で選べばいいのかなって心配になっちゃうんですよ。もう人相とかで判断するしかなくなってくるというか、う心配になっちゃいますね。あとこれがミュージカル調ってことに怒ってましたよね。あんな下手なミュージカルないもんね。セグとか言わせてもさ、あれがねミュージカル調って言われちゃうとですね、まあ、ミュージカル俳優としてはちょっと複雑ではありますけどね。あれミュージカルじゃないですよね。あれはミュージカルではないですね。まあこういう確認する必要もない、個々の問題が、政治家の個々の問題が本当は都議選に影響が出ちゃいけないんだろうけど、皆さんこれはでも仕方のないことなんですかね。そうですね、ここへ来て自民党のやっぱり勢いが鈍ってるのは、うん、相当この、まあ、スキャンダルであるとか、はい、まあ、いろんな疑惑ですね、うん、っていうのが影響してると思いますね、うん、今日はどうもありがとうございました。
で判断してもいいんじゃない、何でもかんでもルールだとか法律だとかっていうのは僕がんじがらめになっている世の中嫌なんでね、僕は個人的に思う、まあ一番最初に思うのは旦那だって送り迎えできたんじゃないのっていうのは思うけどね、忙しいのかしらね、場所がそれこそ国会議員やめてね、一緒に住んでらっしゃるんでしょ。では続いて金子議員と同じ自民党の二階生議員で豊田真由子議員も今騒動になってます。元秘書への暴言暴行問題の渦中にいる豊田議員、新たな音声が公開されました。豊田真由子様に向かってお前にやったことは違うというわけ、私に死ねば生きてる価値ないだろ、もうお前とか私が違うって言ったら違うんだよ、裏なんだよこっちは、お前はよ。またもや耳を疑うような暴言の数々。さらにある、はい、はあ、あるんでちか、ある、はい、はあ、あるんでちか、赤ちゃん言葉で追い詰める。声の主は政界のピンクモンスターこと衆議院議員豊田真由子氏と見られる人物。この度文部科学大臣政務官を拝命いたしました豊田真由子と申します。今日発売の週刊新潮に掲載された元秘書に対するパワハラと暴行疑惑の続報、これまで未公開だった新たな音声データも同時に公開された。先週木曜日の第1幕では、このハゲ、いやすいません、バカかお前は、お前は頭がおかしいよ、お前が受けてる痛みは何だ、私が受けてる痛みはどれくらいあるかも分かるか、この野郎。トヨタ議員が秘書を務めていた55歳の男性に対して暴言を繰り返す様子が収められているだけではなく、そんなつもりがなかったら、そんなつもりがなかったらいいの、延々と嫌味を言い続けるミュージカル調の歌も。先月19日から21日まで続いたという豊田議員による元秘書への暴言と暴行。前回週刊新潮が報じたのは先月20日に車で録音されたものだけだったが、られる人物、この度文部科学大臣政務官を拝命いたしました豊田真由子と申します。今日発売の週刊新潮に掲載された元秘書に対するパワハラと暴行疑惑の続報、これまで未公開だった新たな音声データも同時に公開された。先週木曜日の第1幕では、このハゲ、いやすいません、バカかお前は、お前は頭がおかしいよ、お前が受けてる痛みは何だ、私が受けてる痛みはどれくらいあるかも分かるか、この野郎。トヨタ議員が秘書を務めていた55歳の男性に対して暴言を繰り返す様子が収められているだけではなく、そんなつもりがなかったら、そんなつもりがなかったらいいの、延々と嫌味を言い続けるミュージカル調の歌も。先月19日から21日まで続いたという豊田議員による元秘書への暴言と暴行。前回週刊新潮が報じたのは先月20日に車で録音されたものだけだったが、今日新たに21日の音声が公開された。私が違うって言ったら違うんだよ、私が違うって言ったら違うんだよ、はい、私が違うって言ったら
何かを殴るような音を何度も聞き取ることができる。私が言ったら違うんだよ、はい、物事にはね、裏と表があんの。入り口と出口があんの。裏なんだよこっちは。お前はよ、違うって言ってた。さっき違うって言ったら違う方行きゃいいだろ、バカ。裏から入れねえんだよ、はい、さっきの体育館と一緒だよ。建物にはな、裏があんだよ。裏口からは入れねえんだよ。人が思ったらこっちだって教えてたって裏に行った。お前ふざけんなこの野郎。21日の暴行はどのような理由で始まったのか。前日に予定を聞かされていないにもかかわらず、事前に勉強しておけと激怒されたという。さらにナビ通り行くじゃないですか。そっちじゃないよ、こっちだよ。なんでナビ通り行くの。そっちじゃない。かもしれないんですけども、逆に言うと使い分けをしなきゃいけない分だけ結構大変ということですね。使い分け、そこなんですよ。今回金子議員はもちろん総務省の政務官のですね、前の衆院議員のあるわけで、うん、衆院議員としての政務を行いつつ、この政務官としての公務もあるわけで、公用車を認められているのは総務省です。ですから総務省の基本的には公務のみで認められてはいるんですが、政務はダメなの。そんなこれだけというのは難しいわけですよね、はい、なので、まあ、さまざまなケースがあるので、どんなルールがあるのか、その下、まあ、確認してみました。総務省の方に自宅から、まあ最後自宅に戻る、いろんなケースありますね。公務から公務、まあ、政務から公務あるわけですけど、どれがダメでどれがいいのかというところを確認したところ、こちら、自宅から自宅まで政務と政務で公務を挟んでいない場合はダメですけれども、間に公務があれば総務省としてはルール上問題はありませんよとなっているわけです、うん、じゃあ今回週刊新潮に報じられた金子議員の行動はどうなのかというところを見ていきたいんですけれども、週刊新潮の金子議員の6月の19日の行動というのはですね、まず朝こちら車に乗って議員宿舎の方を出るわけですけれども、その後まあ、働いてる先のこの議員会館にある保育所で午前9時半に、まあ、息子さんを預ける。この息子さんを預けるという行為は当然政務でも公務でもないわけですよね。その後総務省の方で公務を行うわけです。そしてその後記事によりますと、午後2時半頃にですね、千代田区内で母親と共に公用車に乗ったとされているんですけれども、これ G2 新社 の特別解説員の田崎さんによると、この直前に千代田区の大手町で公務があったと、でその後に乗せたんじゃないかということで、まあ、そこからすぐそばの丸の内に母親乗せたまま東京駅に行って送り、最終的に総務省で公務をしましたよという話。そうなってくると、この広いの中の真ん中の上下2つに関しては政務でも公務でもないわけですよね。この辺はじゃあどうなのかというところを改めて総務省に確認してみたんですけれども、こちらがまあ総務省の回答になります、まあ、そもそもこの保育所へ途中でこの送迎することについてはどうなのかということを聞いたところ、こちら、公務の経路の途中であるならば問題ない、もちろん常識の範囲内ですよ。何十キロも離れたところはダメですけれども、今回のように、まあ、すぐ近くであれば問題はないと。じゃあ母親、まあ、いわゆる同乗させたことについてはどうなんですかというふうなことを聞いたら、こちら、第三者を乗せても問題はないとしていますので、そうなってくると、まあ、今回報じられたことに関しては一応総務省のルールにの基づいた、まあ、使用の仕方はしているという形にはなりますよね。まあ税金だからね、ガソリン代、自動車税などはかからないんですよね。じゃあどんな人が乗ることができるのかと言いますと、こちら、まあ、総理はもちろんですけれども、大臣、副大臣、政務官という政務三役、金子議員は政務官ですので、まあ、使用することができる。さらには事務次官や局長より上の方だと、総務省によると総務省だけでも25台使用ということなので、まあ、そうすると各関係各種かなりありますので、この公用車自体の日本の数というのは相当な数にはなることになりますよね。皆さん、やっぱり公用車が伴う生活っていうのはそれまでとは
まあ、若干ご本人も違いがあるんでしょうね。違うと思いますけれども、もともと議員活動も実は税金が入ってるわけですよ ね、はい、そうですね。でだから全部税金なんだけども、今回議員だけじゃなくて官庁としての仕事もこなさなければいけなくなって、うん、で公用車ついて便利だと思う人もいるかもしれないんですけども、逆に言うと使い分けをしなきゃいけない分だけ結構大変ということですね。使い分け、そこなんですよ。今回金子議員はもちろん総務省の政務官のですね、前にも衆院議員でもあるわけで、うん、衆院議員としての政務を行いつつ、この政務官としての公務もあるわけで、公用車を認められているのは総務省です。ですから総務省の基本的には公務のみで認められてはいるんですが、政務はダメなの、そんなこれだけというのは難しいわけですよね、はい、なので、まあ、さまざまなケースがあるので、どんなルールがあるのか、その下、まあ、確認してみました。総務省の方に、まあ、自宅からまあ最後自宅に戻る、いろんなケースありますね。公務から公務、まあ、政務から公務あるわけですけど、どれがダメでどれがいいのかというところを確認したところ、こちら、自宅から自宅まで政務と政務で公務を挟んでいない場合はダメですけれども、間に公務があれば総務省としてはルール上問題はありませんよとなっているわけです、うん、じゃあ今回週刊新潮に報じられた金子議員の行動はどうなのかというところを見ていきたいんですけれども、週刊新潮の金子議員の6月の19日の行動というのはですね、まず朝こちら車に乗って議員宿舎の方を出るわけですけれども、その後、まあ、働いている先のこの議員会館にある保育所で午前9時半に、まあ、息子さんを預ける、この息子さんを預けるという行為は当然政務でも公務でもないわけですよね。その後総務省の方で公務を行うわけです。そしてその後記事によりますと、午後2時半頃にですね、千代田区内で母親と共に公用車に乗ったとされているんですけれども、これ G2 新社 の特別解説員の田崎さんによると、この直前に千代田区の大手町で公務があったと、でその後に乗せたんじゃないかということで、まあ、そこからすぐそばの丸の内に母親を乗せたまま東京駅に行って送り、最終的に総務省で公務をしましたよという話。そうなってくると、この広江の中、公的に言ってるんであれば、こういうところの公用車のルール、保育園に送るんだったらいいじゃないかとか、そういうふうに変えられないもんですかね。なんかもう書き込むとかっていうのありますよね。もうだから結局総理であるとかっていう人が自らやってみる、まあ、政務官が自らやってみることが社会を変えるんですよね。だから羨ましいっていうだけで、みんな足の引っ張りをしてたら良くないなっていうのは私も思いました。さっきのバニラエアの問題じゃないけど、なんか良識っていうか常識で判断してもいいんじゃない。何でもかんでもルールだとか法律だとかっていうのは、僕がんじがらめになっている世の中嫌なんでね、僕は個人的に思う、まあ、一番最初に思うのは、旦那だって送り迎えできたんじゃないのっていうのは思うけどね。忙しいのかしらね、場所がそれこそ国会議員やめてね、一緒に住んでらっしゃるんでしょ。では続いて、金子議員と同じ自民党の二階制議員で豊田真由子議員も今騒動になってます。元秘書への暴言暴行問題の渦中にいる豊田議員、新たな音声が公開されました。豊田真由子様に向かって、お前にやったことは違うというわけ、私に、死ねば生きてる価値ないだろ、もうお前とか。私が違うって言ったら違うんだよ、裏なんだよ、こっちは。お前はよ、またもや耳を疑うような暴言の数々。さらにある、はい、はあ、あるんでちか、ある、はい、はあ、あるんでちか。赤ちゃん言葉で追い詰める。声の主は政界のピンクモンスターこと衆議院議員豊田真由子氏とみられる人物。この度文部科学大臣政務官を拝命いたしました、豊田真由子と申します。今日発売の週刊新潮に掲載された元秘書に対するパワハラと暴行疑惑の続報、これまで未公開だった新たな音声データも同時に公開された。先週木曜日の第1幕では、このハゲ、いやすいません、バカかお前は、お前は頭がおかしいよ、お前が受けてる痛みが何だ、私が受けてる痛みがどれくらいあるかも
かるこの野郎。豊田議員が秘書を務めていた55歳の男性に対して暴言を繰り返す様子が収められているだけではなく、そんなつもりがなかったら、そんなつもりがなかったらいいの、延々と嫌気と激怒されたという。さらにナビ通り行くじゃないですか。そっちじゃないよ、こっちだよ。なんでナビ通り行くの、そっちじゃない、こっちに行くんだ、右だよ右っていう風に始まるんですね。目的地へのルートには異常なこだわりがあったという豊田議員。週刊新潮が新たに公開した音声にも、前のどっかを調べるのがてめえの仕事なんだろうが、しかも教えてやったのにさ、違うよと、違うよと教えてやったんだよね私ね。これを何、豊田真由子様に向かってお前にやったことは違うと言うわけ私に、自分が正しいと、豊田の言うことは間違ってると、俺が言ってるのはこうだと、ここだよね、はい、入るんだよね、はい、あっちの道から入れますか、ここに入れますか、こっちの道に。道順について激怒している様子が残されていた。そして豊田議員の暴言に新たなバージョンも登場。ある、はい、はあ、あるんでちゅか、あるんでちゅか。なぜか赤ちゃん言葉で秘書いびり。さらにこの後ミュージカル調に変化していく。あるならどうしてそんなことになるのかな、そんなことにじゃなるのかな。そしてとどめはこの一言、死ねば生きてる価値ないだろもうお前とか。生きている価値がない、死ねばという人格を否定する言葉で元秘書を罵倒。暴言の主である豊田議員は先週木曜日自民党に離党届を提出。現在は体調を壊し都内の病院に入院している。まあ改めて音声を聞くと本当にひどいよね。また新しいバージョンが音声出てきました。まあこういったことで今また第2弾が出てきたという状況です。まあ今入院しているというね情報があるんですけども、こういうことに関して三浦さん本人が話すっていうことって、うん、期待できますか。だってあまりに2つの顔をやってきて、うん